国鉄485系電車、リゾート山鳥は、東日本旅客鉄道が2011年から保有している鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。本校では2018年まで運行されていた、同名の快速列車、及び再改造前のお座敷列車、やまなみ、せせらぎについても解説する。側面のロゴ群馬デスティネーションキャンペーンに合わせ、JR 東日本高崎支社の新しい乗って楽しい列車として2011年に運行を開始した。名称は群馬県の県鳥山鳥に由来する。後述する山並の MM ユニットとせせらぎ編成を種車に等級車両製造で改造志向をした6両編成。編成番号はヤード01。車内はリクライニングシート化された上で普通車に格下げされたが、シートピッチは120センチメートルとグリーン車並みとなっている。また、2号車にミーティング室、和が4号車にキッズスペースが設置されるなど、団体列車用の設備も設けられている。高崎車両センターに所属し、首都圏を中心に臨時列車で運用されている。快速列車が大半であるが、2011年夏のリゾート草津では特急列車として運行された。下記の同名の快速、リゾート山鳥で定期的に運用されていたが2019年以降は同列車は運行されておらず、2021年時点で JR 東日本公式サイトの乗って楽しい列車からも除去されている。リゾート山鳥は2011年から2018年まで大宮駅長野原草津口駅間で運行されていた臨時快速列車である。乗って楽しい列車の一つと位置づけられ、一時は武蔵野線経由で八王子まで延長する八王子山鳥、新習志野まで延長する下大狭山鳥も存在した。しかし2015年以降は運行日数が減少し、2018年を最後に運行されていない。ただしそれ以降も運行日数が大幅に少ないものの、4万温泉山鳥として、中之条止まりの臨時快速列車が設定されている。やまなみは、老朽化した12系客車改造の和風客車、くつろぎの代替として、1999年に大宮工場で485系電車から改造。編成番号は TG10。コンセプトは、ハイグレードな日本超空間。後日のせせらぎと並結運転が可能であった。2010年12月で営業運転を終了し、2011年1月に中間電動車ユニットのみがリゾート山鳥に改造のため等級車両製造に入場。同年5月にリゾート山鳥となって出場した。残った先頭車2両は引き続き高崎車両センターに留置されたが、2012年春に開催された岩手デスティネーションキャンペーンに際して盛岡支社管内で観光列車を運行する計画が発表され、2011年12月に郡山総合車両センターへ入場。観光列車用として特急、津軽等で運用されていたモハ 485.484 から3014と蘇生した4両編成のジパングに再改造された。せせらぎ老朽化した12系客車改造の和風客車、安らぎの代替として2001年に郡山工場で485系電車から改造された。編成番号は TG11。前述の山並と並結運転が可能であり、号車番号は山並の1から4号車に続く形で5から8号車とされていた。2010年1月いっぱいで営業運転を終了し、同年7月12日から2011年2月10日にかけてリゾート山鳥に改造された。ありがとうございます。